皆さんこんばんは。本日はですね、ちょっとガソリンランタンの使い方ではなく、ガソリンランタンの仕組みをね、ちょっとね、解説したいと思います。誰にでも分かるように解説しますんで、ぜひね、参考にしていただければと思います。で、ガソリンランタンってね、結構敷居が高いなって思ってる方が多いと思われるんですけども、全然そんなことないです。仕組みさえ分かれば、誰にでもね、安全に使うことができます。で、なぜね、仕組みを覚えるかというと、やはり危険なものなんですよ。火を扱うんで、特にお子さんがいる家庭とかであると、やっぱり燃えてるものが頭の上にあるわけですから、まあ、気をつけて使わなければダメですし、車でも何でもそうなんですけども、まあ、教習所行って車の運転とかそういうのを学びますよね。まあ、それと一緒で危険なものっていうのはやはり仕組み、それをね、分からないとやっぱりちょっと使うのはどうなのかなっていうふうに思ってるんで、仕組みを理解した上で使うようにしていただければと思います。で、このね、コールマン、まあ、こちらコールマンのランタンなんですけども、286、現行で売ってるコールマンのランタンと同じ、ほぼ同じものです。色がね、違ったりとかしてるんですけども、まあ、それ以外は多分大体一緒やと思うんですけども、ちょっとね、僕そのあたりあんまり、ちょっと型番とかね、ちょっと忘れてしまってわかんないんですけど、まあ、色がね、緑色のものがよく見かけると思います。これはね、燃料がね、ホワイトガソリンを使います。普通の車に入れるレギュラーガソリンとはまたちょっと違った燃料になります。リサイクルショップとか行くとね、このタンクが銀色のやつとかね、見かけたことある方がいるかもしれないですけども、タンクが銀色のやつっていうのは基本的にね、車のね、レギュラーガソリンも使えるものだったりします。ダブルフューエルランタンとかって言われたりしてます。ここは緑のやつとか、こういう赤のやつとかは基本的にホワイトガソリン専用だと思っておいてもらって結構です。まあ、何にせよホワイトガソリンを、コールマンのあのカンカンに入ったホワイトガソリンを使ってりゃ、まあ、とりあえずは間違いがないということで思っておいてもらったら大丈夫だと思います。で、コールマンのこのランタンっていうのは、まあ、今現在も売られて286とかね、286A か、そういうのが売られてたりしますけども、基本的に構造っていうのは何十年、ひょっとしたら100年とか、そこは分かんないですけど、全く変わってないです。リーパーみたいなもんですよね。ずっとリーバイスのね、ずっと大昔のから今のでもほとんど形とか仕組みが変わってない。まあ、それと似たようなもので、まあ、よくあるのがコールマンの 200A っていうやつ、僕もまあ持ってるんですけどもね、こうなんかランタンといえばこれっていう形のこの赤いやつで、ここがぽっこりガラスが丸くてっていうランタン、よくこうなんかね、こうイメージ画像とかああいうので描かれるランタンありますよね。あれコールマンの 200A っていうやつがあるんですけども、あれなんかは40年とかもうそれぐらい、もっと前だから、そういう前のがあったりするんですけども、それとこれとも仕組みはほぼ一緒です。もちろん細かいところは違います。より便利になってます。こういうふうにアジャスタブルって書いてるんですけど、まあ、これは火力調整ができたり、もっと前 200A よりもっと前のものでも基本的な構造は一緒です。で、これ一緒っていうのは仕組みが完成されてるから、裏を返せば現代のメンテナンスフリーって呼ばれてるものとは真逆のものだと思ってください。基本的に長く使ってれば使ってるほど、どん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 メンテナンスが必要になっています。あれ、火がつきにくいなとか、火がなんかピカチカ点滅するなとか、まあ、そういうのになったり、各部が劣化して交換をしたりとかっていうのが必要になります。その時に仕組みを知ってないと、こうなった場合どこを修理したらいいのか、どこの部品を交換したらいいのかっていうのがやっぱりわからないことがあるんで、仕組みを知ってると、あ、こうなったらここが悪いんやなっていう風にメンテナンス自体も楽になります。コールマンのこういうガソリンランタンっていうのはメンテナンスする楽しみも楽しさも含めて楽しむものだと僕は思ってるんで、
一時期ねコールマンのこのランタンの修理にハマってまして、まあ、10台以上ジャンクを買ってきては修理をしたりとかっていろいろこうしたりしてるんですけども、一回ねまあそのどうしても修理できない箇所があって、で奈良県にあるねコールマンパーツショップさんだったっけな、コールマンヴィンテージランタンとかもランタンのこうメンテナンスとか修理とか専門に扱ってるねお店があるんですよ。そこにねコールマン 200A 持って行って、どうしてもねここまあこのタンクの中にある部品なんですけど、これがねどうしてもねもう修理できないんで、ちょっと修理してもらえませんかっていうのでちょっとお願いをして、でその場でねいろいろこういうのを教え修理の仕方とかも教えてもらったりとかしたんで、まあ極端に間違ってることは僕はあの今言わないと思います。ある程度は理解はしてるつもりなんで、もしね何か間違ってるところとかあればコメント欄でご指摘いただければと思います。ということでね早速ちょっと行きたいんですけれども、まあ、ガソリンを入れるとタンクにガソリンが溜まっていきます。で この棒がここ下までね、部品分かれてるんですけど、まあ下までここタンクの中まで伸びてます。あのこれとはまたちょっと違うやつの部品なんですよ。で こうなってるわけですよ。これタンクの中まで伸びてるわけです。ここにねちっちゃい本当に針で開けたような穴あるんですよ。ここから登っていって燃料が登っていって、で、ここ登っていってここにも先っぽにもちっちゃい穴あるんですよね。これちっちゃい針でプツンと開けたような穴があるんで、そこから噴射してマントルに吹き付けられると、穴から吸い上げてここまで、どういう風にしてるのかというと、これがこのポンピングという作業になります。まあ、シコ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 ってこうやるとポンピングすると空気が送り込まれるわけなんです。このタンクの中にちょっと空気が上に行くわけですね。もちろん空気が上に溜まっていくわけです。どん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 ポンピングするごとに空気がどん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 ガソリンを押し下げるわけなんですよ。ギュッギュッと押し下げて圧縮していくわけですよ。空気プラスガソリンの容積がどん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 増えていくとキャパオーバーになるわけですね。キャパオーバーになると逃げ場が失ったガソリンはどうするかというと、唯一の逃げ場であるこの針ほどの穴、ここしかないわけです。ここもキャップ、燃料キャップも閉まってる、でどん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 空気が送り込まれる、逃げ場がない。じゃあこっからここしかないってことで、ガソリンはみんなここで逃げ込むわけなんですよ。チューッとこう逃げていって変化ノブっていうんですかね、 これが閉まってると、これが閉まってるとここでせき止められるわけなんです。これを開けるとよし行くぞって上にまた行けるわけなんですよ。で上に何が待ち構えてるのかというと、ジェネレーターが待ち構えてるわけです。タンクの中のガソリンがこの上まで行くっていうのが、そういう仕組みなんですよ。どん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 ガソリンが減ってくると、そうなると圧が低くなって吸い上げの力が弱くなって火が弱まると。なのでしばらく使ったらまた圧をかけて、空気でどん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 圧をかけてあげて、また押し上げる力を復活させてあげる、それが必要となると。ちょっと下手くそですけどね、画像で解説したやつがこちらです。これポンピングね、このポンピング、シュコシュコガソリンがこう入ってますよね、ここ。で、この先吸い上げるやつ、これね、針ほどの小さい穴って書いて、これね、ガソリンが入ってます。で、空気をこう入れると、ポンピングすると、どん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 空気が入っていきます。で、押し下げます。空気が、ガソリンを。もっと下行け、もっと下行け、もっと下行けと、押し下げます。すると、もう逃げ場がなくなったガソリンはここから上に上がっていきます。でこの調整するバルブを開けると、もっと上に行ってこのジェネレーター、これを通って上に行くと。じゃあその次、木の画像の上半分部分ですね、まあバルブから上がってジェネレーター上がってきた、まあここまで説明しましたよね。上がってきてここから霧でプシャーと噴射されると。でこのパイプね、こっち見てもらいましょうか。こっち見てもらうと、こいつ空気を送り込んでるんですよ。カバーしてるだけなんですよ、この銀色のやつってね。で、空気上がっていきます。で、このジェネレーターから噴射されたガソリンの霧が、このパイプの中噴射されます。で、空気と混ざって、ここまでの間で気化して、ほんで、ここに
マントルまでガスが噴射されてピカッと発光する。あのキャンプ動画とか見てても最初火をつけた時ってブワーって燃え上がってんのよく見ません？しばらくするとこのマントルがピカーッとこう明るく発光してくるわけなんですけども、なぜそれが起こるかというと、気化しきれなかったガソリン、塵のまま液体のままのガソリンがマントルに直接噴射されて、それが燃えて炎上をするというわけなんです。しかしこれは抑えることができます。どうするかというと、温度を高くしてやれば気化しやすいわけなんですよ。たまにねキャンプ動画のでもねやってる人とかいるんですけども、ジェネレーターをねちょっと温めてやるんですよ。このガソリンの通り道、この通り道を温めてやって、ガソリンが気体となるガスになるための手助けをねしてやるんです。このパイプやらが温まって気化しやすくなって、しばらくするともう完全に気化したガソリンがずっとこう送り込まれるっていう状態になるわけなんです。最初から温まった状態なんで、ジェネレーターから噴射された霧がすぐガスになるわけなんです。なので初っ端からピカッとこう綺麗な発光となるわけなんです。でよくある追加ポンピング、よく聞きますよね。これランタンの動画とかで、炎上してこうボーっとなってる時に、これを安定させるために追加ポンピングしてくださいって言ってる人とか多いと思うんですけども、今の説明を聞いて、追加ポンピングってこの炎上とは何の関係もないっていうのはわかりますよね。この点灯直後の追加ポンピングってじゃあ何のためにするのか。最初つけ始めっていうのは、満タン入れると燃料がまあ要するにまあここがあるんで、これぐらいまでか、ここぐらいまでは入ってますよね。で空気の層ってこれぐらいしかないわけなんですよ。あと下全部ガソリン、空気の層が少ないわけなんですよ。なので圧が弱まりやすいんです。最初空気の層が薄いから、ガソリンの層が厚くて空気の層が薄いんで、なので特に最初はここから吸い上げられてここまで行って、でもうこの分ガソリンがもう初っ端に減ってるわけなんですよ。でさらに噴射し続けると、ガソリンの層がちょっと一気に減って、空気の層、ただでさえ薄い空気の層がよりまあ要するにこのスペースが空いてしまうわけなんで、なので点灯直後に追加ポンピングってするんですよ。消えそうになる、チカチカっとしてしまいがちなんですよ。追加ポンピングをしてやって、また圧を復活させてやる、また下にギュッとガソリンを押し下げてやるという必要があります。燃えてしまうのはここの辺冷えてるから、このジェネレーターやらこのパイプやらが冷えてるから、気化しきれてないから燃えてるだけであって、ポンピングは運動は関係ないんです。だから最初の点灯し始めの一発目だけ追加ポンピングするんじゃなく、最初のうちはこまめにポンピングをしてやる必要はあると思います。ガソリンが多いうちは圧が下がりやすいんで。ということで、ある程度ね仕組みをちょっと、点火する仕組み、なぜ点火するかっていうのをちょっと解説させていただいたんですが、どうでしょうかね。まあちょっと説明が僕下手くそなんであれなんですけども、こういうのね、今ちょっとねコロナでちょっとずっと自宅待機っていうお子さんも多いと思うんですけども、小学校高学年、中学校ぐらい、小学校高学年からぐらい以上ぐらいのお子さんとかであれば、男の子とかであれば多分理解できると思う、今の説明っていうのは。なのでね、ぜひね、まあちょっとこの自粛明けにキャンプを行くぞと思ってる人はね、今のうちにこうちょっとランタンを買ってきて、お子さんとこういう風にこれ今ポンピングしてこうなって、でここからこう出てきてこれで火つくんやでって、こう練習してみようか、家庭で練習してみようかみたいな感じで、お子さんと一緒にこう正しく仕組みを学んで、で使い方を学んで、そして危険性を学んでっていう風にしてみてはいかがでしょうか。ということで本日はこれまでということで、もし何かちょっとね間違ってるところとか、いやこうこういう方がいいよっていうのがあれば、コメント欄で
教えていただければと思います。それではまた。